高松駅前、バスターミナル。高松駅前、バスターミナルは、香川県高松市にある、バスターミナル。一般路線バスと高速バスで、場所が分かれているが、ここでは両者をまとめて記述する。高松駅、駅前広場を挟んだ北側に、一般路線バス、駅南側に高速バスのターミナルがそれぞれ位置する。北側ターミナルは、2001年5月13日、共用開始。 高松駅周辺の再開発により、この場所に移転したものである。2001年のオープンから2013年9月までは、路線バスと高速バスが北側ターミナルを共用していた。北側ターミナルには1から15の乗降場があり、共用当時は1から2と7から12が路線バス、3から5が高速バス、行動に面した13から15が貸切バスに割り当てられていた。 6番は校舎用である。なお、貸切バスは22時から翌朝6時までの間に、限り路線バスの乗り場を利用できる。共用開始時から JR 四国バス、四国高速バスの発見窓口を設置していた。2002年には高速バスに新規参入した高松エクスプレスが発見窓口を設置した。 長らく仮設の窓口だったが、2011年にことバスが案内所を設置したのに合わせて常設化した。2010年代には高速バスの発着数が、共用開始当時の約3倍に増加し、以下のような問題が起きた。これらの状態を解消するため、高松駅の南側にある高松琴平電気鉄道高松地港駅が高架化に伴い移転するはずだった。 暫定広場を高速バスのターミナルとして整備することが2012年に決定した。2013年10月1日に高速バスターミナルがオープンし乗り場が移転した。高速バスターミナルは3カ所の乗車場と2カ所の降車場3台分の待機スペースを持ち、待合室は北側ターミナル時代の約4倍の広さとなった。送迎用駐車場36台分も同時に、 整備されている。北川ターミナルの急高速バス用待合室はトイレとベンチスペースに改装される。注意、バス会社の表示がないのは、高松こと平電気鉄道の子会社こと電バスの数字はこと電バスの路線番号。ありがとうございます。